ドリームフーズ株式会社は、大見ちゃんぽんを看板商品とする、ちゃんぽん亭総本家などを展開する企業。本社は、滋賀県彦根市に所在。2017年1月現在で18都道府県に63店舗を構える。ちゃんぽん亭総本家審査会店ちゃんぽん亭総本家の、ちゃんぽんちゃんぽん亭総本家は、ドリームフーズが運営する。 滋賀県彦根市発祥の彦根ちゃんぽんを中心に麺類を提供する飲食チェーン店。ちゃんぽん定層本家では彦根ちゃんぽんを大見ちゃんぽんの名称でブランド展開している。1985年、ドリームフーズ創業者の山本はじめが滋賀県彦根市で知人が営んでいた食堂、麺類を壁を脱サラして引き継ぎ、経営を始めたのが起源である。 麺類を壁は1963年の創業で、本来はうどんを主体とする食堂であったが、人気を集めていたメニューはちゃんぽんであった。山本はこのちゃんぽんに改良を加え、中核商品に成長させた。1988年には、業者から仕入れていた麺を自家製麺に移行、この年には2号店を出店した。1997年、店のファンから、フランチャイズ店を作りたい。 申し出があったことをきっかけに本格的な他店舗展開を開始した。当初は滋賀県内で店舗網を拡大したが2004年には京都に進出した。2017年1月現在で18都道府県に63店舗を構える。ヒコネちゃんぽん発祥店の麺類岡部はヒコネ駅前本店として営業していたが2015年10月1日から 急転して大幅回収し、10月1日に新装開店。メニューの大見ちゃんぽんは、野菜をふんだんに用いることが特徴で、一部店舗で供される白菜ちゃんぽんの白菜には、地産地消を意識して、滋賀県産の白菜を用いている。黒船屋は、ドリームフーズが運営する移動販売形式のたこ焼き屋、滋賀県産竹炭を使用した黒たこ焼きなど、 各種のたこ焼きを移動販売車、黒船1号で販売する、ちゃんぽん亭総本家に関するカテゴリー、黒船屋に関するカテゴリー、ありがとうございます。